皆さんこんばんは、勇者でございます。さてロマサガ3行きましょう。前回の続きからでございます。現在プレイ時間12時間39分。もうそんなやったか。あの生贄の穴の時点から4時間以上やってて HP かなり増えてますね。まあまあそれなりにレベルは上がってきとるんだなという感じですね。かなり雑にプレイしてますけども、それなりにレベルは上がってきとるな。前回魔王伝のところでアラケス倒したんで、まあアビスゲートが一つ封印できたので、またちょっと新たにいろいろと動きがこれから来ると思います。はい、ですのでちょっとまた回りましょうね。あ、こんばんは、ヤマトさん。ちょっと、まずはですね、弓役、ポールですね。ポール、あまり多分ね、ポールも仲間にする方、少ないと思うんで、ポール入れときたい。ポールちょっと探しに行って、帰ってきたりしてる？いた！いた！よし！これイケメンですから、ポールって言うんだ。よし、入った！これを待ってた。まあね、かっこいいでしょ。ジャニーズなんですけど、うちのちょっとメンズには合わないもののですね、こいつの装備が確か弓。まあ、弓なんですよね。弓が使えると。で、やっぱ弓キャラがちょっと貴重なので、ぜひ使ってみたいなとずっと思ってたのと、いいんですけどね。別になんて言うんでしょう。平均、知ってるやつを、こういう詩人とかを弓で育てることも別にできるんですけど、できなくはないんですけど、なんかその固有の武器をやっぱり使いたいっていうのが、まあ前回も言ってたんですけど、あるんで、まあ、あえてかなっていう感じで、もう詩人を外しまして、ポールに切り替えようかなと思ってます。で、ちょっと難しいです。もうこの辺からね、外していかないとダメなんで、これね、もうほんと選んでいかないとダメですし、まあ、レベルも実際かなり低い状態からこれ始まるんで、あまり後半で入れ替えるのはもう自殺行為なんですけど、まだ入れたい人が大量におる状態なので、ここで妥協はできないということで、まあレベル上げの時間はね、もうゆっくり取ろうと思ってます。正直後で。はい。なので、まあ、好きなキャラ固めるまでは頑張ります。あ、こんばんは。はい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 。あ、ドラクエビルダーズ購入されるかもということで。まああれも面白いですよね。まあぜひ買ってやってほしいです。ぜひ買ってやっていただいて、そして俺に教えてほしいですね。もう難しいので、難しそうな雰囲気なので。じゃあポール入れよっか。せっかくなんでポール投入しますね。まあアウトはシャール。アウトはシャールなんですけど、どうしようかな。まあでもシャールアウトですね。シャールアウト。銀の手をつけるならシャールインでいいと思うんですけど、ちょっと銀の手なしなんで、違和感がありすぎるんで、片手グラフィックなら確実にシャール対応なんですけど、ちょっとシャールは今回外そうと思います。はい。で、こいつは一応剣も使えるんですね。なるほど。シャール完全に外そうかな。シャールの技で、見切り、ブレードロールの見切りとライフスティールの見切りはちょっともったいないけどね。って感じです。ちょっともったいないですけどね。まあまあいいでしょう。とりあえずは、見切りをね、きっちりマスターしてると、後でまあ使えますんで、いいんですけど、っていう感じなんですけど、まあまあいいやね。いや。こんなこと言ってたらキャラクター変えられないんで、変えます。一気に変えます。ということで、この辺も回収しまして。え、外せない。外せない。あー、満タンや。装備が満タン。はい。アイテム満タン。ちょっと倉庫行きます。倉庫行きますね。いろいろと、ちょっと、使いたいキャラクターが山ほどおるんでね。ハーマンをね、入れたいので、ブラックじゃないですよ。ハーマンを入れたいので、そうなると、ま、ここら辺も、ゆくゆくこの後の人事がまたちょっとね、人事発表をお待ちくださいって感じなんですけど、あれ、ちょっと待って、倉庫どこやったっけ？
倉庫どこでしたっけ。ここやった。一番わかりやすいのはユースペルムなんですけどね。よし、とりあえず預けますね。いらない武器は預けてしまって、預けておいた方がいいんですよね。売るとまたなんか結局なんか必要になる時があるんですよね。調合の時に、調合の時に持ってこいみたいなことを言われることがあるんで、ちょっと預けておいて、まあ、必要な時にここから取り出すっていう形にしたいなと思います。じゃあこんなもん預けて、で逆にシャールの装備を外してしまおう。ちょっとごめんなさいね、この辺はやらせてね。こいつももう首ですね。もうほぼ首です。まあ槍良かったですけど、あの総流派がいまいちかっこよくなかったので、もう首ですね。どうしようかな。まあそれなりのものを装備させてあげまして、でもちろん弓運用でいきたいと思います。よし、じゃあさあどうしようかな。ロアーヌ行きます。ロアーヌ、ちょっとロアーヌ行く前に先にちょっとハーマンの様子を伺いましょう。ハーマンの様子を伺って、行ってないところがまだあるはずなんですよね。確かもう一つ小島みたいなところに行かないとダメで、まだっすね。まだや。多分フォルネウス倒してからじゃないともう仲間にならないと思われるんで、こいつはパス。で、ここで多分、開け。ここ行ってない。ここ行きます。いやー、本当にね、ロマサガ3は、どの場面切り取っても音楽がいいから、なんでしょう、ずっと聴いとけるのよね。この船の音とかも、正直こう、ずっと聴いとけるんですよね。これで一晩飯食えるというか、これで一晩飲めるぐらいなんですよね。なんか、俺は結構ハリードを、前というか、まあ本当に、中学生ぐらいの時ですね。やった時もハリードでやったんで、このハリードのタンタンっていうこの民族っぽい音楽に慣れてるんですけど、これだけでも飯食えますね。ジャングルの奥地にはアビスの魔炎鳥、アウナスの果実要塞が廃墟となって眠っているはずです。おう。はい。ジャングルには妖精の住んでいるところがある。はい。最近変なローブ姿の連中をジャングルで見ることがある。ということは、神王教団のやつが来てるってことか。ジャングルの妖精は人を騙して喜ぶ。道が分かりにくいんですよね。確か、ジャングルは。確か、蝶々かなんかのナビを頼りに行くんじゃなかったかな。皆さん見ていただいてる方で、ああ、俺教えたるよ、みたいなことがあれば、どんどんアドバイスくださいね。いつもあまりネタバレアドバイスは、基本的に、ご遠慮くださいっていう感じで言ってるんですけど、ロマサガ3の場合はですね、ちょっと、そこそこアドバイスいただいた方が、まあ、面白くやれる可能性が高いので、まあ、よかったらでいいんですけど、何か、こういう面白いこと知ってるぞとか、もしあれば、教えていただくのは全然 OK です。大歓迎ですので、よろしくお願いします。あ、トトさん、アスケさん、こんばんは。よし。まあ、アケはこんなもんかな。多分、ジャングルの方にどこからか行けるはずですけど、どこから踏み込むのかな？こっちか？あー。これも曲がね、非常によろしいなぁということで。これ。ナビの蝶々がないなぁ。あ、蝶々飛んでますよね。蝶々飛んでるから、あの蝶々のなんか法則みたいなので確か行くんですけど、ちょっと待ってね。でも、ちょっと待ってね。ここ後で行こう。ここ後にしましょう。ちょっと待ってね。いいんですけど、
いいんですけど、先にロアール行くわ。先にロアール行くわ。これ、四魔貴族で言ったら俺、これ最後にしたいんで、次、フォルネウス行くか、ロアール行ってビューネ叩くかなんですけど、どっかな、次、フォルネウス行こっかな。もう、早めにハーマン仲間に入れたい気持ちの方が強くなってきたな。ちょっと一人イケメンがね、加入しておりますけども、お気になさらずと。まあ、イケメンすぎるんで、最終的には多分、クビにするとは思います。多分ね。多分クビにするとは思います。イケメン好きなんですけど、あんまイケメンすぎるやつはあんまり好きじゃないのと、今回は、テーマがやっぱりそのおじさんなので、ホールちょっと若い、ちょっと見た目が若すぎて、ちょっと話についていけないんですよね。あいつ多分カラオケとか行ったらもうリップスライムとか歌ってきよると思うんですね。そうなったらもうこっちはもうどうしようもないんで、本当にオレンジレンジ的なことをもう歌われると本当もうどうしようもないんで、こっちがですね、グレイやルナシーや歌ってる時にあんまり掘り込まないでほしいというかですね。あとまあエグザイルとか歌ってくる可能性があるんで、その辺もちょっと怖いんで、この辺が解決しないとちょっと使い続けるのは辛いな。デタラメアの奥義ぐらいは得といてほしいですけどね。まあいろいろ試して、いろいろ試して使っていきたいと思います。オレンジレンジそんなに若くない。だいたいね、俺のまあ言ったら世代から3つから5つぐらい下のやつが、下の後輩がだいたいオレンジレンジとかこう入れよるんですよね。でまあまあちょっと待てと、まあまあまあええがなええがなと、まあやっぱオレンジレンジですかみたいな感じのちょっと空気になる時があるんですよ、本当に。だから、ちょっとそれは気をつけてということですよね。よし。どうしようかな、フォルネウス。やっぱ先フォルネウス行こうかな。悩むけど、やっぱ先フォルネウス行く。ちょっとほんで、そう、あのね、情報をね、得たんですよ。教えていただいてですね。まあ、すごくその、有用な技をひらめくために、派生技みたいなのがあるっていう話をしてたんですけど、その派生技で覚えやすい、覚えにくいっていうのが存在して、それをいろいろ教えてもらって、まあ順番にね、覚えていかないとダメっていうことなんですけど、まあもうちょっと意識するのは後でもいいかなぐらいですね。技的にまだそんなに強くない。うちのメンツはね、知れてるんで、リップスライム、フリーズするよね。いや、別にあれなんですよ。例えばその、ヒップホップが苦手とか、そういうことを言ってんじゃないんですよ。言うても俺、そこそこ完全にコピーできますからね。なんでしょう、まあ、純恋歌あるじゃないですか。湘南の風とかもちょっと世代的には僕より若いんですけど、純恋歌とか、かなりのクオリティですねって、その、年下のやつに言われるぐらいですから、全員も声真似してるじゃないですか、みたいな。声真似して、なおかつ、みたいなこと言われるぐらいですから、それなりにはいけるんですよ。あ、こんばんは。実は、波のヘボイ、結婚式の余興レベルのやつやったらもうぶっ飛ばせますからね。持っていきますから、私が。でね、いろいろね、そういう、まあ、後輩とカラオケ行く場面も、まあ、増えてきましたので、なんでしょう、やっぱ、ちょっと覚えなあかんなとか思って、多少その若い子でも分かってもらえるような曲を練習しつつはあります。
あ、初見さん、ありがとうございます。あの、本当にもうダラダラで、基本的にはもう雑談が多いので、すいません。よかったら、よかったら、見てちょうだい。懐かしいでしょう。このゲームをね、多分知ってる世代の方じゃないと、そもそも見ようとすら思わないと思うんで、はい。多分ね、一つちょっと待って、あれが、アビスゲート1個閉じてるんで、詩人外せるんですよね。詩人正直俺ずっと使っていこうと思ってたんですけど、どうやろうなぁ。詩人よりも、やっぱ面白いやつを探したいですよね。どっちか言うと。キャラクターの人気で言うと、あ、後輩合わせ用はミスチルとバンプ、そうそうそう、バンプですね。バンプは本当に後輩合わせ用ですね。そう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 、ポール先ほど加入させました。はい、あ、マダラから来ていただいてる、マダラから来ていただいてたら大丈夫。きっと楽しんでいただけると思います。はい、マダラをもしちゃんと見ていただけたとしたら、あの、相当忍耐力があると思いますので、本当にありがとうございます。マダラも、本当、あの、ファミコンですけど、音楽の良さはもう、ファミコントップクラスですからね。BGM の良さは。意外とマイナーなんですけどね。はい。マダラから来ていただいてるから、だいたいね、でもね、マダラから来ました。レーサーミニ四駆から来ました。桃太郎伝説から来ました。この辺が多いんですよ。本当に。ここら辺の方が結構見ていただいているので、だからもうね、間違いなく世代は、まあ、いつも言ってますけど、25歳から34歳ぐらいが、ま、一番多い。偏って多くて、もう10代のキッズたちはもう全く見向きもしてくれないので。もうまったりね、まったりやってますんでね。自分は桃伝からです。マダラ良かったですね。マダラ面白いんやけど、しんどいゲームです、本当に。まあね、あれだけね、まあ、本当にロマサガ3もそうなんですけど、曲がいいゲームって、結局ずっと曲聴いてる感じなんですよね、俺の感覚で言うと。だからずっと続けられるっていうか、この、ロマサガ3にしても、どの場面でも曲がいいから、結局ずっと曲聴いてる、まあただ自分が音楽を鑑賞してるかのような感覚で見てる部分が大きいですね。ちょっと会議をさっさとやるか。OK。レーサーミュー、マダラ、あ、発音あ、どうなんやろ、発音。マダラ。昔ね、俺、ゲーセン管理人時代は、戦国バサラっていうゲームがあったんですけど、その戦国バサラのことをパートのおばちゃんは、戦国バーサーラって言ってましたね。発音どころか、伸ばし棒が2本入るっていう。バーサーラの電源が入らへん。バーサーラの電源が入らへん。え、なんすかそれ。あの、戦国バーサーラの、ああ、わかりました。もう、あ、大丈夫です。あっち行っといてください。みたいな感じになったことはありますけど、マダラですね。ヒザーラ。マダーラ。マダラはね、漫画がありますから。まあ、もちろん知ってると思いますけど、なんでしょう、その、ミックスメディア戦略の走りですよね。言ったら、妖怪ウォッチとか、今で言うとそういう、ポケモンもそうでしたけど、ゲームと、なんでしょう、アニメと、みたいな。あれの走りやからね、マダラは。マーダーラの方は。マーダーライセンスの方は。マーダーライセンス牙の方は、そういうメディアミックス戦略と言われる、今流行りのマーケティングですよね。すべてミックスしていくやつの走りやから、ゲームと漫画が
こう同時期に発売されて、こう両方こう楽しんでいくみたいなね感じなんですよ。よし行こう、行くぜ。もうね、もう倒せるレベルには来てると思うんですね。倒せるレベルには来てると思うんですけど、ちょっともうちょっとだけ練習させていただきます。こいつがヘボいんでね、ポールがヘボいんで、ポールでひらめくだけひらめいとくか。動画と同じセリフ。俺もうね、基本的に同じネタを使い回す形なんですよ。なんでしょう。ダメな回転寿司屋というか、いつまでも引かないんですよね。カピカピのお稲荷さんがずーっと回ってる状態をもうここ何年も続けてるんで、俊足の矢。もうこいつ倒せますね、多分やれるな。やってまうか、俊足の矢。いきなりええもん覚えたな。あれ多分体側行動ですよね。漫画ブックオフに全然ない。買ってくださいよ。ちょっと探してください、探してください。もうアマゾンで買いましょう。いきなり斬新やからね。あの、普通の漫画と違う方向から開くことになるから、めちゃめちゃ斬新なんですよ。こいつね、先生やと思ってましたけども、この先生を俺超えますわ。倒してしまいたい。ポールが落ちたかな。こういうね、道中のこの強い敵がちょっとその辛いというか、レベルを上げとかないと。これ多分ね、シャールやったら余裕やと思うんですけど、ポール加入によってやっぱり戦力が一気にダウンしてますよね。ナイス。指返し。この辺から本当にあの、なんて言うんでしょう、どこ行って何やっても構わないんで、なんかそのすごい自由度なんですよ。まあ、その代わりレベルが、敵のレベルが徐々に徐々に上がってきて、まあ、こう戦闘が徐々に徐々に苦しくなってくるって感じなんですけど、999ずつ回復されてますんで、きっちりそれ以上はダメージ与えていかないとそもそもダメ。そろそろ倒せるかと思ったけど、なかなか強いな。やばい、ウォードが落ちるか。あー、もったいない。倒せそうやのにな。すげえ倒せそうなんですけどね。まあまあ少しずつですけど入ってはいますんで、攻撃を続けます。ハリードに来い。え、引くねえ、引くねえこれ。どうしよう、倒してまおうか。こいつ倒してまおうかな。ちょっと倒してしまおうかな。先こっち行って一通り回って、でちょっとかあいつ倒しますわ。はいはいはい。いろいろとほんと派生技があるからややこしい。瞬速のやでたらめや、でたらめやおっか。皆さんが好きなキャラクターで、なおかつここに入ってないキャラクターっていますかね。まあ多分、まあ人気キャラで言ったらそれはいっぱいいると思うんですよね。でもなんかそうじゃなくて、マイナーやけど俺はいつもこいつを入れてたよみたいなやつあったら、もし教えてほしいんですよ。その例えばブラック入れてましたとか、そんなんもう当然じゃないですか。そうじゃなくて、このこだわりでこいつだけは入れてたんですみたいな、
なんかその謎のこだわりみたいなのがもしあれば、まあよく来ていただいてる方だとティベリウスを必ず素手で使ってたみたいな、そういう謎のこだわり、うん、まあティベリウス使いたいですけどね、もう登場が遅いからさ、結局このレベルのシステムなので序盤からオルヤ最強なんですよね。チャール物理で使ってた、チャールやっぱり使ってたんや、チャール使っ銀の手つけて使ってた、それとも銀の手を差し上げず使ってた、チャール使おっかな。多分ですけど皆さんロビンは使ってるんですよね。この中で一番多分使ってるのって、まあ、ハリードは除いてですけど、この中で多分一番使ってるのは多分偽ロビン、みんな使ってると思うんですよ。それなりにまあロビンかもしれないですけど、でその次にウォード使ってると思うんですよね。ウォード、あ、シャール、シオンさんもシャール使ってたんや。おー、シャール結構人気やな。まあ確かに槍のキャラで言ったらトーマス、シャールで妖精で、妖精が一番強いって言っておられたんで、妖精が異常に強いらしいんですよね、槍に関しては。おっと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 、こいつ強そうやな。マスターしときたいんで、この辺マスターしときたいから使っていきます。あー、こんばんは、リオさん、こんばんは。空振った。さあ、そう、キャラ固めをね、ほんとしていきたいんですけど、ついついちょっと浮気心が出て、今ポールが入荷してますね、新入荷しております。強いな、強いですね。かかった。真っ青なリオちゃん。当たった。いやー、でも雑魚とボスのレベルがだいぶ差が出てるな。差がありすぎますね、まだ。あの水流の強さに対してこの雑魚の弱さよ。よし、やっと来た、やっと来た。オッケーオッケーオッケー。とりあえずこいつ移動ブレイクとか覚えてもてるしな。封印しましょう、封印しましょう。マインドステア封印ね。仲間になってからガンガン技を覚えたのではず、ああ、そう、それもあんねん。それもどっかでやっぱり、ね、心鬼にしないと外せなくなるんですよね。こいつもそうなんですけど、もう指示外そうと思ってるんで覚えさせますわ。こいつもそうなんやけど、でも、外したくないんだな。ロビンあんまり外したくない。ロビンあんま外したくないです。ロビン外すならウォードかな。でもウォードも外したくねえな。まあ、詩人はとりあえず外しましょう。ポールは、弓の試練が終わったら外すかもしれません、正直。ちょっとイケメンすぎる。やっぱりね、気に入らへん。ちょっとね、男前すぎるし、なんか服装もなんか、痩せたやつが北斗の拳のコスプレしたみたいな感じになってるんで、あんま似合ってないんで、あれもちょっと下船というか、いらんな。とりあえずポールはもう帝王病の試練終わったら引退してもらおうかな。やっぱりシャール使うか。なんかシャールがすごいかわいそうになってきた。そうそう、海賊のキャラはブラックですね。でもブラックじゃなくて、俺はブラックになる前、まあ厳密に言うとブラックに、ブラックに
からなった後なんですけど、ハーマンの状態で、仲間にしようと思ってます。ハーマンの状態で使おうと思ってます。あ、ベッキー使ってた。あ、ベッキーとかは、そうですよね。ベッキーもね、一緒で、結局、知人と似てるんですけど、使わざるを得なくなるんですね。追い込まれて。で、結果的にそれで技を覚えてきよるから、もうフルメンバーになってしまうみたいな。だから序盤最強説ですよね。序盤加入最強説で。だから後々いいキャラが出た時に交換しようという気持ちになかなか起こらないですね。普通のほら、ロープレイとかだったら、なんか、例えばハグレメタルみたいなやつがおって、強いところに、そのハグレメタルを借りに行って一気にレベルを引き上げてあげるみたいなことが可能なんですけど、このゲームはね、結構コツコツレベル上げていかないとダメで、割とその、時間がかかるんですよね。新しいやつが加入してから、そいつが一人前になるまでに、なんていうかその、アルバイト感覚というか、そんなすぐに、その、エースになれないんですよね。やっぱ1年ぐらい働いて、最低でも1年ぐらい働いて、そこで、意見言っていこう、みたいな。あんまりこう、出しゃばらんとこう、みたいなとこがあって。よし、来た。これ多分、スパイクシールド、いいものがあるはず。牙のお守り、スパイクシールド、牙のお守り、結界石。よし。スパイクシールド誰か装備できるかな。アースガードは優秀なので、ポール、まあ、シールドを装備できるやつが現状あまりいない。スパイクシールドは確か固有の技があったような気がします。牙の守り。まあ、大していいもんはなかった。リオさんはウンディーネ、バイメーニャン、ティベリウス、モニカ、ミューズで格闘オンリー。どんだけ縛りプレイなんすか。どんだけ自分を縛り付けるんですか、それ。もうね、そのね、その、地点まで行くとね、もう、もはやもう見てる方、わけわかんないですよね。まあ楽しいけどね。めっちゃ楽しいけど、そういうやり方。俺も大好きですけど、バイメインニャンっていたな。いたな、そんなやつ。あいつもなんかおばあちゃんチックじゃなかったっけ。あ、こんばんは。あいつもなんかおばあちゃん風の、年配女性ですよね。年配女性、ウンディーネ年配女性、バイメイニャ年配女性、ティベリウス年配男性。で、急にモニカが来てミューズが来ると。まあ、俺はね、あんまりそもそもロープレイするときに女性キャラを使いたくないというか、使わないタイプなんですよ。特に主人公は絶対男性で行きたくて、で、なんか、しょうがなく女性パーティー、女性とパーティーを組むっていう風になったら逆で、男性、以外、自分以外全員女性とかにするんですけど、こうやってある程度なんて言うんですか、自由度が効くパーティーの場合は、割と男性で固めたい派なんですよね。